冗談じゃない。その調子です。実に喜ばしい。相変わらずの安宿よ。情報収集だと？どしがたい暇人め。構わん。俺に付き合える範囲でなら協力しよう。俺のマスターはあの通りの自堕落で気まぐれな女だ。何の遊びか、お前たちに協力してやれと来た。俺を売れない貸本屋とでも思っているのか。実に気やすい。だがこれも商売だ。読者は選ばんさ。今回はサーヴァントについて綴るとしよう。さあ、何を語ろうか。ああ、BB に雇われた竜の娘か。醜い女だ。姿形はもちろんのこと、その性根までな。生い立ちが醜い、思想が醜い、性癖が醜い、感性が醜い、見るに耐えない。一見すれば誇り高く見えるが、その実では他者が見えていない。あの女の誇りは誰に向けたものでもない。まったくお笑い草だ。あの女は人間を豚と同視する。つまり豚相手に胸を張っていることに他ならない。あの女は自己愛の化身だが、さて、そもそも愛とは何だ。奪うものか、与えるものか。その根本に気づいてすらいない女はこの世で最も手に余る怪物だ。あの女は自分の美しさが自慢らしいが、はっ、お仏の詰まった袋の外面を飾り立てても中身の不思議には何の変わりもあるまいよ。美しさに固執するのは女の性だがね。気をつけるがいい。あの手の醜さは伝播する。お前の知り合いの女たちもいずれ似たような妄言を口にしかねんぞ。情報収集だと？俺のマスターは何の遊び？俺を売れな。今回はサーヴァントに。俺のサーヴァントだと？どれ出してみろ。俺が隅々ケツの穴まで鑑定してやる。口の減らぬ男だ。王に対する不敬、釈明の余地なく串刺しているところだが、命を懸けての暴言であれば先に腰を上げるわけにはいくまい。まこと命拾いをしたな雑種。まったくだ。高速で死亡フラグを立て、高速でフォローされるとは。さすが臆面もなく人畜無害を謳う正統派主人公と言っておこう。せいぜい俺に感謝しろ。たわけ。不敬は貴様の方だ雑種。王の評価を他人に預け、天津さえ我が前で聞こうなど、興ざめにも程がある。この文字雨が命を差し出していなければ
貴様の首をはねていたところだ。他人から歴史を学ぶのと他人の書簡を教わるのは別の話だ。この男は史観の塊でありながら世間一般に漂う偏見を嫌悪している。我を知りたければ己一人だけの考察でたどり着いてみよう。大方そんな美学で固まっているんだろ、英雄王。話はつまらぬが、人を見る目は一流だな。死にたがりの狂犬かと思ったが、その性根は絶壁に挑む冒険者とは。命を張って真実を語る、全ての暴言に己の魂をかけている。貴様にとっては言葉を曲げることこそ魂の死。それに比べれば実際に殺されることなぞ恐るるに足りぬというわけか。まさしくその通りだとも。だからこそ俺は俺を全うするぞ、英雄王。ほう。ここで舌を切り飛ばされようと聞かれたからには忌憚なくお前の評価を語るとしよう。結論から言えば、サーヴァントとしては失格だ。一点すらくれてやれるものか。では英霊としてはどうか。これもまた話にならん。いかなる記録を紐解いてもギルガメッシュは国と民を苦しめた荒くれ者だ。これが人の王とは笑わせる。国を治めずに人を滅べ天地を一つにした愚か者。英雄王とはまさにそれ。人の王とは間違っても名乗れまいよ。その王道はただ君臨するだけのもの。お前は自らを王と定めたが、そのあり方は意志持つ嵐と変わらない。まず壊す。その後にしか豊穣を約束できぬ人でなし。そのくせ臣民たちが作り上げる財は容赦なくかき集める。強欲、冷酷、そして慢心、それらが究極の形にまで育ち一つになったものがお前だ。濃度は作物を育て、王は国を育てる。だがお前は国すら育てなかった。ひたすらに殺し越を極めたのみだ。民も進化も伝承もお前の後には続くまい。その手に残るのは己のみ。この度の契約も己が退屈を紛らわす戯れに過ぎんのだろう。人の心を介さぬまま人の心を楽しむ最低者、それが貴様の正体だ、ギルガメッシュ。お前もこの男を理解しようなどと思わぬことだ。マスターとしてのみ付き合っておけ。よし、では命を持っていくがいい。言いたいことは言い切ったからな。貴様の命などいらぬわ。一文にもなりはしまい。そもそも今のは評価ではない。貴様の描いた物語は王を彩る語りならば書庫の一端にでも入れてやるさ。それはよかった。俺もここで死ぬ気はな。待て、それは価値を認めたということでは。では代金を置いていけ。ただ聞きで済ますなど、それでも音に聞こえた黄金の王か。仕方あるまい。貴様の罵詈雑言と相殺すると名所もこのような査定になる。代金が欲しいのなら次は改めろよ、雑種。まあそのねじ曲がった性根あっての文豪なのだろうがな。俺についてたと。バカかつ無駄、ここに極まったな。見たまんまのどこにでもいる男だろうに。
俺が知るか。呼ばれた時すでにこの姿だった。もちろん戦闘能力はない。基本的に役立たずだ。該当はするだろう。俺の場合、ガキの頃が最も感受性にあふれていたという解釈だ。思い当たる節もある。往年の自分の資料に目を通したが、あまりの瞑想っぷりに死にたくなったほどだしな。気を使うな。振動も二十歳を過ぎればただの人というやつだ。それより恐ろしいのは、まさかとは思うのだが、あの毒不明の趣味でこの年齢で呼ばれたのではないかという場合だ。問いただしたいところだが、さすがの俺も真実を知るのが怖い。なのでこの件は触れるんじゃないぞ。あらあら、まあまあ、何やら楽しげな声が聞こえます。私、会話に参加してもよろしいかしら。ラニチェック終了。オールアウト。ようこそ。お待ちしておりました。しかしそのありさまでは歓迎できません。今のあなたでは私の迷宮に踏み入ることは許されません。それ以上進みたいのでしたら、強制プログラムを受け資格を取得していただきます。いえ、何としても取得させます。あなたには至らないところが多すぎます。以下のことを心がけ、私に会いに来てください。1、無駄な行動をしてはならない。2、常に完璧でなくてはならない。3、一つのミスもしてはならない。4、曖昧な行動をしても良い。5、たまには失敗しても良い。6、一つぐらいミスをしても良い。7、肉食系より草食系が好ましい。8、暖食系より寒食系を好むべき。9、メガネ女子は至高である。以上です。あなたの高い知性に期待します。ホムンクルスによる人間査定とは、世も末、いや人も末ような、面白い遊びになりそうではないか。ラニらしい迷宮になりそうですね。感情的なミス・トーサカとは好対照です。誰が感情的だって言うの。いちいち比べるな、冷血会長。あの、今の項目大変矛盾しているんですけど、いいんでしょうか。
そうですね。僕もそこは気になりますが、今は先に進みましょう。気をつけて。軽く流すとするか。良い宝があればいいがな。断じて認めません。うん、さて、戦いになるかどうか。さて、どう出る？このまま踏み潰せ。何だ貴様は。目覚ましにもならんわ。余裕も楽しみもない戦いよ。さて、戦いにな。遊ぶとするか。貴様は脆いな。貴様は。貴様は。目覚ましにもならぬ。それは俺でなくても安心しよう。敵ならばこんなことだよね。三流はどこまで行っても三流だよね。さて、どう出る？遊ぶとするか。自決しろとは言わん。
その首なぜついている？リハビリとしては上出来だ。それでは俺でなくても安心しよう。跡形も残すなよ。持ちこち。その首なぜついている？その首なぜついている？リハビリとしては上出来だ。貴様の最善か。見る。持ちこち。その首なぜついている？いるぞ。貴様はその首なぜついている？リハビリとしては上出来だ。エクセレント。さすが、見事な洞察力でした。その読みの深さこそがあなたの強さですね。なんかひどい裏切りっす。僕と同じひたすら戦闘する廃人系だと思っていたんすけど。今のが貴様の最善か。方も残すなよ。持ちこたえろ。バカめ。当然だ。褒めんぞ。こちらす感覚は。このまま踏み潰せ。秋のやつ。貴様の敵ならばこの程度だろう。感覚は良いよ。退屈。跡形も残すなよ。遊ぶとするか。秋のやつよ。目覚ましにもならない。こちらの感覚は良いが退屈すぎるのも。
いつまでかかずらっているか。遊ぶとすれば、貴様の敵ならばこんなものだろう。爪の先ほどの範囲で成長したガザッシュ、跡形も残すなよ。としては上出来だ。今のが貴様の最善か。見えているぞ。良い度胸だ。ているか。遊ぶとするか。目覚ましにもならぬ。このまま考えるに当たらぬわ。敵ならばこの程度だろう。この手たらくなかなか新鮮ではないか。さてどう出る。見えているぞ。ごめんぞ。加藤すぎ、戦う価値はあったのか。跡形も残すなよ。としては上出来だ。遠すぎる価値は。跡形も残すなよ。ならばこの程度だろうよ。それでは俺でなくても慢心しよう。見えているぞ。
様の最善か。完璧をこなせというオーダー。こなすのは当然であろう。行くぞ。目覚ましにもならん。仕方。見るからに三流よな。話にならん。退屈な遊びはほどほどにな。遊ぶとする。目覚ましにもならんわ。俺の力を疑うのか。仕方あるまい。明日から本気出す。話にならん。退屈な遊びはほどほどにな。遊ぶとする。当然だ。ごめんぞ。それでは俺でなくても満身しよう。話にならん。退屈な遊びはほどほどにな。遊ぶとする。リハビリとしては上出来だ。今のが貴様の最善か。さて、貴様の敵ならばこの程度だろう。雑誌ゴミ、いやクズであった。前方にマスターの反応です。これは話にならん。退屈な遊びはほどほどにな。遊ぶとする。見えているぞ。上出来だ。この時ゴミ、いやクズであった。おっさん、
ダメダメっすね。エクセレント。申し訳ありません。まったく。この輝きには胸躍る。やはり財宝とはこうあるべきよな。待て。却下です。いいじゃない。
指導がいりますか？うん。何考えてんのよ。却下です。予想外です。良い星回りです。ちょ、うまっ。これは エクセレント。あの、断じて認めません。ザ・シュあなた、やるわね。ほう。いい
じゃない。ムカつくわ。惨めな成果だ。貴様ではこの程度だろうよ。貴様の場所はその隅だ。ラニエイト、死より授かった名前です。157センチメートル、女子の身長としてはごく平均的な値でしょう。1月1日、パーフェクト。大変美しい始まりです。余分な時間など存在しません。趣味事であれ分単位の予定を立てますが、何か。
雑種。